皆さん、こんにちは。15日に東京ドームで開催された伝統の一戦、レジェンズ OB 対決、巨人と阪神の歴代のスタープレイヤーが勢ぞろいし行われた今回の試合。試合前のセレモニーには当時阪神のエースとして活躍したレジェンド江夏豊氏が登場。久々の表舞台に姿を現すとのことで注目されていましたが、車椅子に乗り酸素吸入器を装着した変わり果てた姿でグラウンドに現れたことから、ファンからは心配の声が上がっています。一体何があったのでしょうか。今回は江夏豊氏の現在の姿についてご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ。江夏豊氏は1948年5月15日兵庫県出身。1966年に大阪学院高校を卒業後、ドラフトで4球団から1位指名を受け、阪神タイガースに入団しました。入団1年目から奪三振王に輝くと、以降6年連続で同タイトルを獲得。2年目シーズンは25勝を挙げ年間最多勝利となり、さらにはシーズン401奪三振の日本記録を樹立し、沢村賞を受賞しました。このシーズン401奪三振という記録は大リーグ記録383奪三振を超える世界記録です。1973年8月には対中日ドラゴンズ戦でノーヒットノーランを達成、2回目の最多勝のタイトルを獲得しました。1976年南海ホークスに移籍し、人が踏んだマウンドには登りたくないと先発に強くこだわりを持っていた江夏氏ですが、野村克也監督に説得されて救援投手に転向。当時では珍しい救援専任投手でしたが、計5回も最優秀救援投手のタイトルを獲得しています。1979年と80年には広島東洋カープを日本一、1981年は日本ハムファイターズをリーグ優勝。その活躍から優勝請負人と呼ばれ、1984年西武ライオンズに移籍し、退団後は大リーグ挑戦を目指しましたが果たせず、その後現役を引退しました。王貞治さんの天敵と呼ばれた江夏豊氏、戦術した数々の輝かしいタイトルの獲得をはじめ、プレーでもオールスター9者連続奪三振など数多くのエピソードを持っており、また優勝請負人として活躍した姿は今なおプロ野球史上最高の投手として語り継がれています。そんな江夏氏は世界のホームラン王である王貞治氏の永遠のライバル、王貞治キラーとして数々の死闘を繰り広げています。江夏氏が新人時代に兄貴分として慕っていた村山実氏から、お前の相手は王、俺は長島や、と左対左になる王氏をライバルとするよう命じられました。特に三振と本塁打、これが2人の対決の醍醐味でした。奪った三振数は57個、打たれた本塁打は20本。王氏に対して最も多く三振を奪った投手は江夏氏、王氏から最も多く本塁打を打たれたのも江夏氏でした。本当の意味での真剣勝負の結果と言えるでしょう。さらに四球数ゼロであったことから、互いに勝負から逃げる気は全くなく、生涯の真のライバルとして競いました。1968年に達成したシーズン401奪三振の日本記録、これまでの日本記録353個を破る354個を達成した時も王氏から取った三振でした。これには明らかにライバルであった王氏から奪うという強い意志が見えますね。村山氏が記録達成の時は必ず長島氏から奪うことを決めていたと明かしており、江夏氏も同様に王氏から奪うことを心に決めていたのでしょう。というのも、記録に並んだ353個の三振を取った後、他の打者からはわざと三振を取らずに打ち取っており、王氏の打席が再び回ってきた時に記録更新となる354個目の三振を奪うという離れ技をやってのけたエピソードは江夏氏のライバル心を見事に物語っています。ちなみに1シーズン401奪三振は50年以上経った現在でも破られていません。2023年の奪三振記録はセ・リーグは横浜 DeNA の今永翔太投手で154個、パ・リーグはオリックスの山本由伸投手の169個でしたので、
江夏氏の数字がいかにすごい記録かわかりますね。引退後は日本テレビやラジオ日本野球解説者、東京中日スポーツ野球評論家として活動する一方で、映画やテレビドラマ、バラエティ番組に出演し、タレント、俳優としてもマルチに活動していました。わかりやすい的を得た野球解説は人気が高く、引退後も衰えぬ人気を誇っていました。そんな江夏氏は現役引退後、1993年3月2日覚醒剤取締法違反の現行犯で逮捕されました。逮捕数日前まで日本ハムファイターズの臨時投手コーチを務めており、球界関係者やファンには大きな衝撃が走りました。裁判では情状証人として野村克也氏や江本武則氏が出廷、また江夏氏の親友として衣笠芳生氏が証言台に立ち、寛大な処置を訴えました。判決では初犯でしたが、覚醒剤の使用が長年にわたったこと、所持していた覚醒剤の量が大量であったことから、懲役2年4ヶ月の実刑判決が言い渡され、静岡刑務所に収監され、1995年4月に仮釈放されました。2016年2月に同じプロ野球選手で覚醒剤所持で逮捕された清原和博氏の事件、同じ過去を持つ江夏氏は早くからエールを送っていました。江夏氏は、薬は人間を狂わせるものと薬物の怖さを語っており、薬物を使用してしまった清原氏をサポートしてあげたいとフォローしていました。現役時代は数々の輝かしいタイトルを欲しいままにし、未だに伝説として語り継がれるエピソードを残した名選手なだけに、薬物にさえ手を出さなければ今頃伝説の名監督となっていたことでしょう。逮捕騒動でその道を立ってしまったことが悔やまれます。それでも最近まで野球に関わる活動を精力的に行っており、現役の選手や監督と YouTube 等で対談するなど元気な姿を見せていた江夏氏。しかし、久しぶりの表舞台となった15日に東京ドームで開催された伝統の一戦、レジェンズ OB 対決にてファン騒然の事態となりました。ロマンザ OB 戦のこの日は巨人対阪神の公式戦終了後に開始され、当日行われた巨人対阪神戦のチケット購入者が同じ席で観戦できるというものでした。プロ野球90周年の節目を記念して、球団創設90周年を迎える巨人ともに歴史を刻んできた阪神によって行われる伝統の一戦、公式戦と同様に大きな盛り上がりを見せました。江夏氏は試合前のセレモニーに登場しています。車椅子に乗り、酸素吸入器を装着した姿で久しぶりの東京ドームに姿を見せ、両軍の選手らと交流しました。集合写真撮影時には永遠のライバルである王貞治氏とも言葉を交わすシーンも見られ、マウンドに立つ姿こそ見ることはできませんでしたが、ファンからはあの江夏豊の姿に涙した、年を取るということの残酷さを感じるな、いろんな思いが込み上げています、いつまでもお元気でと、現在の江夏氏の姿に胸を打たれたコメントが多く上がっています。現在のお姿を見ると、今回の会場に姿を現すことですら身体的にはかなりきつかったことでしょう。それでもタイガースのユニフォームを着てこの場に参加しているということは、江夏氏の変わらぬタイガース愛が感じ取れますね。背番号28の縦縞のユニフォームがよく似合っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。